ヌーの死体に群がる腰白ハゲワシ。捕食者の食べ残しを彼らがさらに蓄むことで、分解のプロセスが一層進む。ケニア、マサイマラ国立保護区。不肉食、または死肉食は、動物の死体を主たる食物とする性質を持つ、肉食の一群である。競技では腐敗したあるいは腐敗が進行した肉を、食物とする食性。英語ではスキャビンジェング、もしくは、 ネクリフイジという、不肉食性を有する動物を、日本語では、不肉食動物、英語では、スカベンジャーと称する。小さなサメの死体を得たハシブトガラスなんだかの、自由によって、生命を絶った動物の死体が、未だ肉食動物に消費されない状態で残っていれば、それは、動物遺体であり、これを主食とする動物が不肉食動物である。動物が死体となる自由として、 災害による死、過失による自己死、疾病による死、捕食者がもたらす死などが考えられるが、不肉食動物はそのようにして環境中にある死体を探し当てて食物とする。死体の周囲にそれを殺した捕食者がいても生態的に力が上回れば奪い取ることを常とする。また、生態的上位の者が接触中の死体を狙い、 隙を見て横取りしたり、残り物を得たりするのも不肉食動物の習性である。クズ拾い、死肉などりなどとも形容される不肉食動物は動物遺体の分解に関与することによって生態系の重要な役割を担っている。段階の異なる不肉食動物に順次消費されていくことにより、動物を構成していた有機物質は分子分解されて環境に還元されるからである。 彼らの働きがあって、初めて環境は健全に保たれ、食物網も機能する。五筋と影の地切れ下を食べるザトウムシ顕著な、不肉食動物としては、ハゲワシ類、シデムシ、クロバエや肉バエ、クロスズメバチ、カモメ類、ヌタウナギなどが挙げられる。一般によく知られ、死肉食いの代表のように考えられ、代名詞化までしているハイエナは、実は、 積極的に狩りをすることの多い動物であり、イメージに反して完全な不肉食動物ではない。むしろ、彼らは自ら仕留めた獲物をライオンに横取りされる。すなわち、不肉食されることの多いニッチに置かれている。糞便を食する動物はコープリベアと呼ばれる。また、死んだ植物を主食とする動物はデトライトブア、あるいは不食食動物という。自然界では、 様々な要因で死骸が発生する。そうした死骸は、一般的に移動能力の高い鳥類によって、大部分が処理されると考えられがちだが、サバンナでの調査によると、実際には、プチハイエナのような大型獣によって処理される方が、多いことが判明している。ヘビの死体に群がるアリフ肉食動物のうちで、特筆に値するものをここに示す。全滅種についてはあくまでも、 学術的推定である。米国は、ユタ大学のデニス・ブランブルと、ハーバード大学のダニエル・リーバーマンは2004年、初期人類は、動物遺体から死肉を集め、石を使って骨を割り、栄養価の高い骨髄を得ることを生息手段とする、一種の不肉食動物であったとの仮説を提唱した。人類は競合者に先駆けて、動物遺体を手に入れるため、 発汗による高い体温調整能力をはじめとし、男性のあるアキレス腱や頑丈な足関節といった、速いピッチでの長距離移動の能力を進化させ、広い地域を精力的に探し回るものとして特化したとするものである。このような適応の傾向と栄養価の高い食物が大きな脳の発達を可能にしたのではないかと説いた。また別のアプローチから、 やはり人類の祖先は骨髄を食べていたことを示唆する2003年発行の文献もある。ありがとうございます。